事務局行ったら、ここでもできるんかな、もしかして。まだ残業中やろ。そうそう、この二人。そこに電話あるけど、スミレそれ使ったってわけでもないんかな。あ、大神さん、夜の見回り、ご苦労様。事務局は問題ありませんよ。今日はもうお客様もお見えになりませんし。結婚のことはいいんかな？ああ、わかったよ。それで、かすみくんたちは何をしてるんだい？舞台の準備ですよ。大道具の手配とかは事務の仕事ですからね。ああ、それじゃ残業せんなもんな。こういう、やっぱ、公演前って普通にみんな忙しいのか。今度の舞台は大神さんが総合演出をするんでしょ？本当にできるの？はは、頑張ってみるよ。二人には色々と教えてもらわないとね。とりあえず結婚について聞こうぜ。ふふ、基礎から叩き込んであげますから、覚悟してくださいね。あー、市販にやってる時もなんかこの二人の意見みたいなのもらってたんかな。そうだ、おもえさん。久しぶりに噂話を聞いていかない？あん？2であったシステムやけど、そうだな。ああ、もともとこういう場所なんだ。上行くか？結婚の話するかな？聞きたいことがあったんだ。かすみくんとゆりくんは結婚を考えたことあるかい？なんなら実は彼氏いるんですよ、みたいなこと言ってきそうやけど。え？結婚？どうして？今度の舞台、結婚をテーマにしようかと思ってさ。なるほどね。でも、まだ結婚なんて考えられないな。私は自立した女を目標にしてるの。今は仕事が一番かな。まあ確かに性格的にそんな感じはするね。キャリアウーマン。そうか、ゆりくんらしいね。じゃあ、かすみくんは？早く結婚したいです。ああ、そんな顔しとるわ。私は、まあ、それなりに、もうなんか毛先とかクルンクルンしてそう。もしかして、かすみさんって好きな人がいるの？え？知らなかったな。あ、なんか、かすみが一番年齢上とかなんかな。さん付けしとるのってなんか珍しい気がする。もう、茶化さないで。昔の話なんだから、はあ。元彼の話。大神さんも、お芝居のためじゃなくて、そろそろ考えるべきじゃなくて。まあ、いい歳やからな。え？まあ、そのうちに、私でよかったら、相談に乗りますよ。2だと、二人で、カフェ行ったよね。じゃあ行くか。すみれおらんかったな。それじゃ、そろそろ行くよ。明日、舞台の上のこと、明日、舞台の上のこと教えてくれるかい？はい、わかりました。午前中でよろしければ、明日もフリードある感じやな、これじゃ。あ、いつでもいいよ。それじゃ、俺は見回りに戻るから。じゃあね、大橋さん、見回り頑張ってくださいね。てか、敵の気配とか全くないよな。この夜になんか勃発するかね。織姫こっち行ったなぁ。俺ランキング2位の織姫んとこ行っとくか。どこやろう。楽屋かな。てか、次会ったらもう結婚の答え聞き、すみれすみれおった一番会いたいやつおったわ。ですから、私の衣装はそちらだと言ってるでしょ。誰と話してんだ？桜。え、でも、この衣装の名札には、私の名前が。織姫もおる。どっちでもいいじゃないですか。私はこの司教の衣装ですからね。選びに来てんのか、衣装を。誰かが決めるわけじゃないんだ。ちょっと、みんな、何を揉めてるんだい？珍しい桜の表情。あ、大神さん。ああ、無常の衣装合わせをしようと思ったんですけど、すみれさんが私の衣装を自分のだと言って。これは選択肢むずいぞ。また下がるやん。すみれ優先にしたら。
私の衣装は花見の中で最もきらびやかなものと決まっていましたよ。トップスターの私がこんな地味な衣装だなんてありませんわ。これはお叱りせんなんやつやけど、本当のスターとは衣装に頼らなくても輝くものです。晴れない衣装に頼るなんて、すみれさんは自分の演技に自信がないんですね。なかなか言い過ぎとるぞ。織姫さん、言っていいことと悪いことがありましたよ。すみれさんはファンティーヌという貧しい女性を演じるんですし。貧しいんだ。そっかそっか。それは分かってますが、注意からも何とか言ってくださいませんか。いい答え来てくれるかな。分かりやすいの。そうだな。上か。地味な衣装も似合うと思うよ。すみれくんは何も着ても綺麗に見えるんだから。他下がりそうやけど大丈夫か。おお、桜上がる。そうですよ、すみれさんならどんな衣装も似合いますって。まあおだてて木に登らせる作戦やな。は？注意、桜さん、どのような服でも似合うのは女優として当然のこと。地味な衣装を着た私をファンが認めるか否かを心配してるんですわ。下がったわ。そうだったんですか。すいません、私そこまで考えてなくて。すみれさん、考えすぎです。ポジティブシンキングで行くです。地味な衣装もすみれさんの新しい魅力を引き出すいいきっかけになるはずです。うまいこと言ってくれたやん、織姫。え、そうかしら。まあ、そういう考え方もあるかもしれませんわね。上がっていってよ。一個下がったやん。では、衣装合わせはこれでよろしいですよね。あ、そのお盆持つ、この格好嫌い。これなんだ左手をご覧くださいになっとるやん。ま、たとえどのような衣装でも、帝劇のトップスターとして最高の舞台を演じてみせますわ。さて、皆さん、明日からのお稽古、よろしくお願いいたしますわね。おほほほほ。それじゃ、失礼いたします。もういい時間やるね。あと一箇所ぐらい行けるかな。それじゃ、織姫さん、私たちも行きましょうか。そうですね。チーさんがいたら、着替えもできませんしね。チーさん、チャオ。夜の見回り、しっかりやるですよ。もう、織姫さんたら、お前さん、頑張ってください。それでは、失礼します。みんな行っちゃったし、俺も他のお部屋に行くか。すみれを下げてしまったわ。あと一回ぐらいで時間なんじゃない？どうしようかね。だいたい話したいやつと話せたし、コーランだけなんかまともに上がってない気がする。あれ、マリアの部屋こんなところに来とる。あれここやったっけ。この辺じゃなかった。言っとく。そしてコーランにもプロポーズしとくか。おるかな、コーランの部屋か。特に問題はないだろう。爆発戦かな。あ、来た。はぁ、さっきはえらい目にあったわ。納豆は勘に、あの続き。いや、コーラン、さっきは大変だったね。お、すごい、続いとる。あ、おもみはん、うちにいよう。まあ、部屋に入って。相変わらずの部屋やな。ワンのまんま。で、何のような、うちに話でもあるん。ああ、実は結婚について考えてるんだけど、コーランはどう思う？直球すぎるって。だから結婚？そらまたいきなりやな。そりゃうちかて考えたことあるよ。そうか。で、どういうことだい？かわいいな、これは。そんなん恥ずかしくてよう言わんわ。それより大神はん、いきなり結婚なんてどうしたん？総合演出をすることになったし、
ちゃんと考えないといけないかなって。あ、そうなんや。大神班も出世したし、そろそろやもんね。どんどん勘違いしていく。勝手に上がってくれ、助かるけど。あの、すんまへんけど、うち、ちょっと外出てくるわ。なんや、照れてもうて。あ、それなら、俺も見舞いに戻るよ。それじゃあね、コーラン。はい、行ってらっしゃい。気をつけるんやで。終わりやわな。え、これなんか、一回結婚の話したやつ、完結させんと どっかで大暴落するとかあるかな？ありそうやな。やばいな。あ、もうこんな時間か。そろそろ見回りも終わりだな。戦闘がやべえことになる恐れがある。3でもダッシュできたんかな？あ、そうだ。結婚会について全員に聞いてなかったな。みんなが寝る前にちょっと気に入っておくか。あと誰だ、レニ。あ、結婚？それはまだいきなりの話だな。レニも。結婚は、僕、何も知らないから、調べる時間が欲しい。胸に手当てとったな。あ、この二人だけか。ふぅ、まだみんな結婚について考えてないんだな。仕方ない。演出の仕方についてはもう少し考えてみるか。さて、見回りも済んだし、今日はもう寝るか。小山も来た。ああ、なんだか嫌な予感が。窓の方か。いつも正面から来た。いいな。俺には嫁さんいないけど。いてそうやけどな。いよ、大神。生徒に帰ってきているなら挨拶ぐらいしろよな。相変わらずの香山やな。香山？どこから入ってきた？え、ドアじゃないんかい。急に現れたん。どうでもいいじゃないか。どうでもよくないやろ。穴開いとる、どっか。そうだな、香山に聞いてみるか。はぁ、てか好感度考えねえんだな。これ聞きたいわ。今前から聞こうと思ってたんだが、お前どこから入ったんだ？下か？知りたいならば教えてやろう。はあ。実はお前の部屋の天井に秘密の出入り口があってな、そこから入ったんだ。上かい。ほら、一応俺は隠密部隊の隊長だからな、普通のドアからは入れんだろう。来たことなかったっけ、ドアから。そういうものなのか。別にみんな知ってるんだから構わないと思うが、こいつの移動するときなんか足音とか聞こえんもんかね。いや、これだけは譲れ。やっぱり隊長やからもう。お前の驚く顔を見るのも。その辺もプロフェッショナルなんかね、天井を移動するね、歩き方も。そうか、なら仕方ないけど。おっと、忘れていた。今日はそんな話をしに来たわけじゃないんだ。なんすか。大神。あ、最近の帝都の事故。急な切り替え。えぐい U ターンかましたな。どういうことだ。月組でも独自に調査をしているのだが、原因がわからない。まだわからんのか。蒸気機関の暴走が原因だが、どうして暴走したか、それがわからないんだ。あの、取ってきた金粉どうなった。蒸気機関に原因はない。燃料、水、機械、全て問題なしだ。こう聞くとやっぱすごいクリーンなエネルギーなよね、蒸気機関って。もちろん霊的な原因も考えたが、暴走した蒸気機関からの霊力の反応はゼロだ。本当に分からんのよね。そういえば米田司令も何かおかしいと言っていたな。そうか、やはりな。何か手がかりがあれば調査もしやすいんだが。金粉の話して、金粉の話。手がかり？おお、したわ。そうだ、香山、この金粉何かの手がかりにならないか。これ金粉？なんだこれは。暴走してた機関車についてたやつやよね。今日、あ、そっか、後部についてたやつか。
出動した時に後部錦についていたものなんだ。あ、わかった。金粉と聖火の事故、月組がしかと調査しておく。よろしく。お前も何かわかったら教えてくれ。頼んだぞ。それじゃあな、大神。普通に結婚について聞いてきゃよかったな。吸い込まれていったな。天井から行ったんかな。原因不明の事故か。一体この程度で何が起こるとしてるんだ。まだこの9時ぐらいでもこんな明るいんだ。取り返しがつかなくなる前に早めに手を打たないとな。さすがに東京だけあってこんな人いてんのか。あ、続くね。そろそろ戦闘を来ても良さそうな気配もするけど。だから今回のフルボイス。ああこれか。明日の午前中って言ってたやつ、これね。なるほど。舞台を作るだけでも結構ややこしいんだな。珍しい絵。お金の話からも。あ、そこの計算間違ってますよ。はあ。え、どこ？ほら、そこそこ。チケットの販売枚数が20万枚になってるでしょ。そんなに売れんか、さすがに。あ、本当だ。2万枚の間違いだな。その計算が10倍。うほー、忙しい。ふぅ、結構大変だな。総合演出も楽じゃないよ。でも様になってます。米田司令ずっとやってたってことやよね。ねえ、大神さんが総合演出をするとして、コギリは誰がするの？え、確かに。そうです。これは別に大神さんでもいいんじゃないの。俺がやるよってなるんかな。もぎりか。上でしょ。あ、支配人おったな。あれ確定で暇やしな。酒ばっか飲んどるし。もぎりは俺がする。この仕事だけは絶対人には譲れない。さすがは大神さん、もぎりに人生かけてますね。やっぱ上がらんな。絶対上がっても良さそうな選択肢だったしね。大神さんがよろしいならいいのですけど。忙しすぎるけど大丈夫か。私もモギリは大神さんがやる方がいいと思うな。支配人兼支配人じゃないか。ああ、後々支配人兼モギリみたいな全然ありやしな。ありがとうみんな。それじゃモギリも頑張るよ。それじゃあ次はブロマイドとパンフレットの発注の話ですね。忙しい。来た。なんだ、事件が起こったのか。久しぶりのこのアラーム。みんなも集まっているはずです。予算どころじゃなくなった。わかった。何が起きましたかね。帝国歌劇団花組全員集合しました。また暴走機関車か。浅草花屋敷遊園地で。ああ、この面覚えとる。ちゃんと観覧車とかあるマップ。てか誰敵で来るんだろう。人に怪我させたんか。全然ピンとこん。オープニングでなんかなんか沖田のお面のやつ。は、なんとなく覚えとるけど、全然ピンとこんの。ほら、心配すんな。またああいう、魔物というか魔人みたいなの来るんかな。でも急がないと。隊長、部隊を二つに分けましょう。てか、しょっぱなからこの8人体制って相当楽やけど。大が見れて9人。隊長の指揮する本体が暴走している蒸気機械を止めて。ほう。私の指揮する別動隊が一般市民の避難誘導する。ああ、操作しないってことで。
さすがに多すぎやわな、しょっぱながら9って。え、なんならこれにパリ歌劇団も入るから、プラス 5? 大神入りで 14? えぐいな。マリア、いい判断だ。舞台編成も頼む。では編成、サクラ、アイリス、勝手に織姫頼むわ、ね、勝手にチョイスされた。はい、了解しました。なんか交換の順とか、スミレ持ってかれたけど、あっちに。ちょっと待ってえな、マリアはうちも連れてってえな。まあコーラは来る理由があるわな。コーラ、あなたに花屋敷の蒸気機械を止められて、ワンチャンやれるんじゃないの。あなたの作った機械たちを破壊することになる。ああ、そういう気持ちを組んでの編成か。だからや、あの子らが悪さするならうちが止めなあかんのや。でもコーラン使ってた記憶あるんやけど、花屋敷のその面で。大神藩からもなんか言うたってや。まあ来ていいんじゃないの、選択肢か。上かな。マリア別に下がりはせんやろ。コーラン、俺と一緒に行こう。本体に来てくれ。これ普通にプラス1ってことでいいんかな。さっき4人おったっけ、戦闘楽になっていいんじゃないの。隊長、あー下がるな。今のコーランに冷静な判断ができるとは思えません。確かに。まっとうやな、マリアはいつも。大丈夫だよ。マリアだって、コーラの気持ち分かってるんだろ。まあ、付き合い長いからな。では、そこんとこ頼むよ、マリア。いいわね。少なくなったな。了解ね。炭で持ってかれたのちょっとあれやけど。見せて差し上げてよ。え、てかそっち側も操作せんなんとかあるかな。よし、これで決まったな。大神、きつくなったってだけになる？もしかしてコーラン取ったことで。上で行くかな。無難に全員あげたい。帝国歓喜だ、出撃せよ。場所は浅草花屋敷遊園地。はい、頑張りましょうね。さくらだけじゃないよね。別の隊も了解です。避難誘導はお任せください。うん、よし、みんな行くぞ。あれ、さくらだけなんかな。初じゃね、さくら大戦4の。今回も今回でさくらがメインのやつか。エリカと違ってカレーですね。あいつ毎回通り過ぎとったから、自分の後部の前を。露骨に暴れんくなったんかな。あー、あれか、弾丸列車このまま乗り込んでく感じかな。あ、そこで何オプションつけるのそれ。 あ無駄に抜くやつ危ないって。おお、大神落ちる。出撃前にもう、あ、ただ床はボコボコにせんねん。1と2も床ボッコボコなってったから。弾丸列車のシーンなしか。さあ結果はどうでしょうか。無難に、ああそっか、このメンバーだけか。織姫えぐいことなっとる。スミレおらんのがちょっと寂しいけど、まあまあまあ、織姫が相当強いな。うん、ちゃんとプロポーズした組がちゃんと強いね。いやー、ここのマップは覚えとるね。てかなんか、何この不穏な BGM。 もっとなんか第1話の戦闘ってなんかもうデレデレデーって、あのなんか気持ちいい BGM なことが多いんやけど。どうした、あ、なんかね、鬼蒸気、機械の木が鬼になってる。おーい、何て名前だっけこれ。和騎士
やったっけ。進化しとるやん。いやいやいや、死ぬ死ぬ。いや、そんな刀ギャンギャン振り回して空からそう行くの。早い。ギリが違うな。いや、フォーともなるともうキレが違うわ。あのスピード何？震えとる。てか燃えとんな、すごい。これはそうこう復旧は難しいぞ。ああ、さくら。コーラ、落ち着いて。被害を最小限に抑えるためにもみんなで協力しないと。だいぶ冷静じゃないな。確かにマリアの判断は正しかったかもしれん。寒いんか。心配いらない。大神が一言かけるしかないか。花屋敷は無傷で取り返す。頼もしい。その通りです。このメンバーならこんな作戦イージーです。どうなっとるそれ。なんか他の人より指長いとかある？これもしかして織姫。もし壊れちゃったらアイリスが直してあげる。だから一緒に頑張ろう。このボイスの感じもう固定メンバーなんかな。なんか好感度高い順かなって思ったけど、みんなそんなことなさそう。てかこっちにコーラン取ったことでなんか向こうパートがだいぶしんどいとかあるかな。大丈夫かな。よし、みんなで花屋敷を取り戻すぞ。取り返すとか。了解。新しい必殺技とか気になるね。そういえば大神さん、ホーム錦の操縦にはもう慣れましたか？チュートリアルね。帝都に戻ってきてからまだ間もないし、まだ完全とは言えないよ。もし不安でしたら操縦方法の確認をした方がいいかもしれませんよ。そうだな。なんか新機能あるかな。基本だけ確認しよう。基本とがっつりとあるかな。ちょっと確認しとく。勝手にそう扇とか使うことにはなるかもしれんけど、そうだね、確認しておこう。掃除を間違えると命取りになるしね。はい、私たちが説明しますから聞いてくださいね。作戦とかいろいろ教えてくれるからね。今回は後部の移動や攻撃に行動値を使用します。下にゲージで表されています。これはいつも通りやね。まあ、3からのシステムやけど。さてゲージを見てみましょう。今の行動値はなんか綺麗になったね。3、おーすごい分かりやすい。7ゲージ、え結構多くない？合計で7つありますね。この行動値がなくなるまで好きな行動ができるんですよ。それでは行動値を使ってどんな行動ができるのか説明しますね。あー守備とかその辺か。にしても敵強そうやな。見た目が相当いかつい。まずは移動を行います。全ての基本ですからきちんと覚えてください。うん、おーコントローラーも。後部錦の移動には手元の操作レバーを使用します。動かしたい方向へレバーを倒すと自由に移動することができます。十字キーはまた別になんか使うってことか。うんうん、そうそうそう。槍の敵なんだ今回。刀か。長き見えて槍に見えたわ。でも移動を行うと行動値がどんどん減っていきます。うん、だから絶妙なところでなんか一ゲージ稼いだりとかするテクが必要やよね。行動値が全てなくなると行動終了になりますので、行動値の残りには注意してくださいね。さくらはん、攻撃のチャンスやで。はい、行きますよ。この並びなら扇使ってもそうやけどな。さくらの一直線系やよね確か、いつも通りなら。
攻撃可能敵に攻撃カーソルを合わせると攻撃範囲が開きます。うん、で殴れってか。その状態で攻撃ボタンを押すとその範囲の敵に攻撃できます。うん、あ、勝手にやってる。あ、全部使いやがったあ、強弱いでもあるのか、敵が見た目の割に。攻撃ボタンを続けて押すことで連続攻撃を行うことができますが、一回攻撃ボタンを押すごとに行動値が一つ分消費されてしまいます。行動値の残りを見て連続攻撃の回数を決めてくださいね。移動して攻撃して、攻撃値がなくなったので私の番は終了になります。一礼するやつね。刀を収めて、あれ冷戦区になったで、怒りのコーラン。次はうちの番やね。じゃあ必殺攻撃について説明するわ。スミレ系になるんかな。自分を中心に範囲系やったよね。うちらは気合値が最大の時に必殺できる強力な攻撃、必殺攻撃を持ってるんやで。なんか浮いてないか、コーラン。気合値が最大の時に発動ボタンを押すと準備完了や。うん、B ボタンを押せってね。で、前にぐんと進んで、間違って発動しても解除ボタンを押せば通常状態と切り替えできるで。あとはいつもの攻撃と同様、攻撃カーストルを敵に合わせて攻撃ボタンを押せばいいんや。おいおい、もったいないぞそれ。右上もこいつ、ちょっと違うとったね。敵を中心に範囲か。普通にオーバーキルやろ。しかも関節系やったから守備力低いやつやよね。必殺攻撃は強力な攻撃やけど、一回使用すると気合値がゼロになってしまうんや。あ、ためか。うん、でもためをしたりダメージを受けた時に気合値はどんどん増えるから、ここだと思った時は迷わず使っていった方がいいと思うで。そうね、だから序盤に使ってもすぐ溜まるって話ね。あと行動値が残っていても自分の番を終了することができるのは忘れんようにな。終わる気か。バスタードボタン、はい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 、これは聞いといてよかったかも。敵そんなおらんな。ゆっくり、やっぱ刀長いな。攻撃力は高そう。くー、さくら大丈夫？今回復してあげるね。なるほど、回復のチュートリアルか。いや、今回のというか、この桜大佐の仕様ならアイリスが一番移動しやすいよね。消えるから。回復、ため、防御などの行動をするには行動値がたくさん必要になるんだよ。まあ、これは作戦次第よね。防御は行動値2つ分。うん、めちゃくちゃわかりやすい。ためは行動値3つ分。やっぱ林ってやっぱすね、ニュートラルなだけにだいぶ使いづらそうやね。そして回復は行動値がなんと6つ分も必要になっちゃうんだよ。これ使いすぎやろ。ほとんど持ってかれるやん。なるほど、どの行動をしてもボタンがあるところまでの行動値が全部減っちゃうから、気をつけて行動を決定しないと本当にしたい行動ができなくなっちゃうかもよ。うん、他になんかあるかな。皆さん大事なことを忘れてるです。状況把握の方法、レニー、その通りです。最後に周りを見渡す方法を教えて。あ、これ重要、聞いといて。あ、L、 はいはいはい、 2R、 はいはいはい。あとなんかもっと俯瞰で見る方法とかないかな。カメラ回転のボタンを押すと左右の状況を確認できます。からの上下の、お、これで十字キー使うのか。上下のカメラ切り替えボタンで見る範囲を切り替えることも可能だ。はいはいはい、はあ、はいはいはい。あ、これはあったかもね。上を押せばもっと俯瞰で、さらに俯瞰でいける。
きちんと周りの状況を把握して私たちをバッチリ指揮してくださいね。あとは隊長とかばうぐらいか。よし、しっかり確認できたよ。ありがとう、みんな。ここからは大神さんが私たちに命令してください。では、頑張りましょう。隊長はい。なかったわ。ああ、はい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 。で、うん、3よりちょっとやりやすいかもな、これ。あ、俯瞰いけたわ。うん、十分十分。それでは、誰かばっとく？桜あたりかばっとくか。一番前線、まあ、レニも前線行くけど、桜かな。やばい、くしゃみ出そう。桜くん、君は俺が守る。くしゃみ出そう。あ、ギリギリ耐えた感じがする。で、体調も比でいいっしょ。こんな序盤。ああ。ガンガン必殺使ってすぐ溜めての繰り返しで、殲滅しましょう。で、まだ範囲系かな。あー、単品！単品と来たらば、いや、結構奥あるな。上の方というか。あー、うわ、すっげーおるやん。は？